ボーイング767から 300ER、ボーイング757から200、ボーイング787、エアバス A350、XWB エチオピア航空は、エチオピアのアディス・アベバを本拠地とするアフリカ最大の航空会社。株式の100%をエチオピア政府が所有するエチオピアのフラッグキャリアでもある。国内線は28都市、国際線は アフリカ62都市を含め世界でおよそ120都市へ乗り入れている。1945年12月30日に設立。アディスアベバトカイロ路5機の DC-3 により1946年4月8日に運行を開始した。1958年にフランクフルトへの長距離路線の運行を開始。1963年1月には、 ナイロビエの路線で初のジェット機の運航を開始した。1998年には大西洋線に進出した。当初は政府直轄の航空事業であったが、1965年にエチオピア政府100%出資の会社へ業態を変更した。また当初は運航にあたって、 トランスワールド航空の支援を受けており、運航関係者はすべてアメリカ人であったが、1971年以降はすべての運航をエチオピア人により言っている。2007年3月現在の従業員は4700人で、アフリカを代表する航空会社の一つとされている。2010年9月29日に、スターアライアンス社長会が加盟を認可し、 2011年12月13日に正式加盟した。かつては日本を含むアジア地域へのネットワーク拡大に関心を持ち、日本にも乗り入れの強い意向があった。2014年10月16日に国土交通省から外国人国際航空運送事業の許可を得て、同年10月26日より全日本空輸とのコードシェアを開始することとなった。 2014年12月20日には、アディスアベバ香港成田線を開設予定であったが、就航が延期され、2015年4月22日に就航した。この成田アディスアベバ線が開設以降、エチオピア航空は、日本とアフリカ大陸の都市を結ぶ、唯一の定期便運航会社となったが、エジプト航空の運航再開により、二路線となった。 2018年6月2日よりソウルに寄港地を変更した。2019年には約1200万人が利用したが、新型コロナの影響で2020年は旅客数が85%以上減少した。2020年3月にいち早く軸足を貨物に切り替え、医療物資に特化した輸送をし、保有する。 旅客機110機のうち22機を貨物専用に転用、今まで12機だった貨物機を34機にし、新たに購入するより早く安く輸送量を倍以上にした。国連や先進国、中国からのマスクや防護服、手袋などの物資がアディスアベバに輸送され、そこからアフリカ各国へ届けられた。空港内には支援物資の専用スペースを設けた。 また同社は中国への大幅な貨物便増便を持ちかけた。コロナ蔓延前は中国4都市へ週45便だったものが2020年5月から6月には週約100便になった。2020年3月から6月の中国からアフリカに支援物資約5万トンを輸送した。多くの航空会社は中国民用航空局の厳しい検疫措置もあり、 旅客便の多くが制限を受けたが、同社は貨物便へ移行増便した。結果、貨物事業へいち早くシフトした同社の2020年上半期は約50億円の利益を得た。ボーイング製航空機の顧客番号は60である。ボーイング787の同社向け初号機は2012年8月14日に受領済み。全日本空輸。 日本航空に続き、3番目のボーイング787、カスタマーとして導入され、同社は、同系機のバッテリートラブルによる、世界的な運航停止後、2013年4月27日に、世界で、初めて商業運航を再開した。しかし、その運航開始発便で使用された、ETAOP は、 2013年7月12日に、ボレ国際空港からロインドンヒースロー国際空港に到着後、全電源を落として、数時間後、機体後部にて火災が発生し、機体上部が損傷し、外部からも外反が薄く焦げて変色してしまった。これに関しては前述のバッテリーからは場所が離れていて、英国航空事故調査局などの当局も、バッテリーとの関連は否定している。 ありがとうございます。